マナカナンチ、こんにちは、三倉マナです。三倉かなです。さあ今回はマクドナルド好きなメニューランキングベスト5イエーイ。やってなかったのが不思議なぐらい。そうね、確かにずっとやりたかった。お願いします、ね、いやもうね、マクドさんにはねずっとお世話になっておりまして、はい、そうです ね子供たちもお世話になっております、はい、でそれぞれの、まあ、ベスト5を選んで、うんうんうん、なかなか難しかった、なかなか悩んだね、これは苦しい選択だった、うん、よし、じゃあ発表していきましょう。はい、マナカナンチ第5位はマックシェイクのチョコエビフィレオ。おー、いいね。全然違うやん、マックシェイクめっちゃ悩んで、今回は入ってない。第6位ってだから、ね、あーいいね。いや、いただきます、うん、チョコ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 、ちょっと吸いにくいのも含め、うん、これがマックシェイクの良さ。甘い、うん、美味しい。チョコなので、まあこんな感じ、こんな感じ。なんかほぼアイスよね。いや、そうだ、アイスとアイスの間っていうか、いやだから子供の時初めて飲んだ時はアイスを吸っていい喜び、わかる。アイスを飲んでいいのみたいな、こんなことしていいのお母さんみたいな感じ、ね、なんかもう悪いことしてるみたいな、うん、だから特別な時しかあかんみたいな、うん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 、いいよね。はい、私はですね、はい、エビフィレオでございます。うん、私ずっと別の、まあ、とあるバーガーを食べ続けてて、さすがに違うの手出した方がいいやろと思って手出したのがこれなの、うん、すいません。エビのプリプリもそうだし、うんうん、まあ、レタスのシャキシャキももちろんだけど、うん、何が食べたいって、このオーロラソースのためにこれこれ最初食べた時に開発してくれた人ありがとうって思ったソースやろ。コーラいただきます。わかるわ。なんかさ、わかる、私マクドの時絶対コーラやねんか。わかる、私もほぼほぼ絶対コーラ。私も別にコンビニでコーラ買った。え、そうなの。今日だからランクには入ってへんけど、やっぱり口がコーラを欲するからコーラを買ってきてしまう。コーラ最高。マナカナンチ第4位はスパチキことスパイシーチキンバーガー、ホットアップルパイ。なるほどね。結構分かれるもんやね。いや、スパチキっていくらか知ってる？知ってるよ、だって私これもめっちゃ食べるもん。200円。いや、100円でよね。薄っぺらいバーガーかと思いきや、こんなに分厚くて、見て、チキンはみ出ている。いや、正直スパチキも今回ランクインさせようかめっちゃ悩んだこの一つで、うん、その理由はこのソースやね。ソース、もう今見ただけで、目当ただけで美味しそうやなと思って。そう、スパチキのソース美味しいよね。うん、200円だ。じゃあまあまあ、じゃあいただきます。はい、うーん、うん、ね、うん、うん、ソース美味しいよね、うん、面白い。スパイシーと言われるだけあって、スパイシーなソースがめっちゃ美味しい。ちゃんと辛いよね。ちゃんと辛い、うん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 、これはもうなんか200円でこれを提供してくださるという目的の努力にも感謝、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、さて私はホットアップルパイなの。お、食べやすい箱てってれー、こんな感じ、うん、熱々のトロトロがめっちゃ美味しいね、うんうんうん、そんなトロ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 、どうなってんやろね、うん、シナモンのいい香りせえへん。確かに、そう、結構シナモン の、 そのスパイスも香って、このトロトロがもうねたまらないので、朝なんか現場行く前とか、うん、ちょっと時間ができた時に、うん、このホットアップルパイとコーヒーでちょっと過ごすみたいなパターンもある、うん、さっきからちょいちょい気になってるけど、マックマックって言ってるよね。そう、自然に自然にとかやめてよ。多分意識して言ってるよね。多分自然にやったらマクドって出るのに、まだはもう東京の人になってしまったからマックっていう、あの全国に向けてマックって言ってるね。正直私いつからかマックになったかも。そうでしょ。すいません、そんなことで大阪を捨てたとか言わないでください。いや、大阪捨てたね。東京で生活してるから。私はもう一生死ぬまでマクドで貫こうと思ってるみたいな。無理あるやろ。結構意地張ってるっていうか、本当はマックって出てんのにクドってなってるじゃん。いや、私マックってだって使ったことないもん。そこまで。え、
て。いやだからほらお友達と今日はマクドにするっていう時にざわつかへんお友達だからマクドナルドにするっていう。マネーはもう、もう言わへんようにしてるから。だから家族身内やとマクド行こうって言って、あのママ友とかお友達がいたら今日マクドナルドにするっていう感じで。そんな徹底してマック言ったらあかんじゃっていう、言ったらあかんじゃなくてマクドと言いたい人が、もちろん大阪人の心は捨ててないけど、うん、若干周りに染まりがちなのがマナで、自分を貫くのがかなっていう感じで覚えていただければ、見分ける方法として覚えてください。マナカナンチ第3位はマックフライポテト。やったー。いやー、どっかで出ると思ってたよ。口がポテトを干していたよ。もうこの匂いやね、この香りがね、はい、これ食べたくてマクドに行ってるところあるよね。間違いない。1位2位の可能性もちょっと迷ったよ。わかるよ。うん、なんやろ1位に。え、もう多分、まあ、あれやろっていうのはあるやん。1個はね。でももう1個何でどうなってるかだよね。そうね。ポテト注文したらあのケチャップくださいって言ったらケチャップもらえるの知ってた。知らなかった。いや子供がケチャップ好きや。わかる。だから聞いてみたらつけてもらえるっていうことが判明して、そっから子供と一緒の時はケチャップ頼んでる。勉強になる。行ってみて。ありがとうございます。マナカナンチ第2位はチキンマックナゲットテリヤキマックバーガー。マジで悩んだよ。もちろん1位と2位、まさか2位やと思ってなかった。実は最近それを覆した子が出てきたので、それは後ほど発表します。もうそこの話はいいから次が気になるわ。私はやっぱナゲットですね。まあね、ナゲットご覧ください。かわいい、かわいい、ね、で私はやっぱり、まあ、バーベキューソース、このソース好きとしては知ってる。この子に名前あんの。え、チキンマックナゲットじゃなくて。違うやん、ブーツ。あー、形、このパーツで形が違うねん。ほら丸いのとか長いのとかがあって、この子はブーツっていう名前やねん。カノンすごくない。いや、まあ、それは知ってる。雑学。え、ブーツ以外も名前あるの。あ、どの子なんやったっけ。じゃあちょっとブーツのこの先端にこのバーベキューソースをつけていただきます。へー、ブーツ、ボーン、ベル、ボール。あ、そうなんや、みんな名前ついてるやん、かわいい。いただきます。ソース美味しい。違うやって、チキンを味わっていただきたいんですよ。もちろんチキンもこのしっとりしてて揚げ具合もバッチリだし、柔らかくってみんなが好きな味。一個食べていいよ。いただきます。確かにソース美味しいでしょ。ね、チキンはもちろん美味しいんだけど、唯一無二の味がするソースやろ、バーベキュー。そうやね、そうやね、うん、これがバーベキューソース。私はテリヤキマックバーガーを。マック、マクドのハンバーガーといえばテリヤキマックバーガー、もう、それ以外食べたことないっていうのがもううん十年続いて。そうね。いただきます。この味。そうよね、甘いテリヤキソースに、でマヨネーズ、マヨネーズでレタス、間違いないですね。間違いないし、この味って本当にテリヤキマックバーガーでしかない。おお、確かにね。マナカナンチ、ちなみに今回ランキングに入れたかったけどギリ迷ったっていうのはどういうやつ。あ、そのレギュラーメンバーじゃない、あのメニューじゃないやつで、私めっちゃ大好きなのがあって、あの三角チョコパイ。あれレギュラーメンバーじゃないか。レギュラーメンバーじゃないのよ。レギュラー入りしてないのよ、期間限定なの。そっか、あれめっちゃ美味しいな。チョコレートトロトロっとしてて、美味しいね。そうなの、ぜひレギュラーメンバーにしてください。お願いします。あと悩んだのは、あのマックフルーリー、あれオレオの味とかするやつ。あれ美味しいよね。あれめちゃめちゃ美味しいよね。あれと、あと期間限定もので言うと、まあもうテリタマ。あ、マナカナンチ。さあ、というわけでお待ちかねの、はい、はい、栄えある第
1位はじゃじゃん、てりやきマックバーガー、てりやきチキンフィレオ。え、そんなメニューある？ある、グランドメニュー。まあまあね、こちらのね、てりやきマックバーガーは朝木真奈さんが説明してくれたものと同じものです。いいんだよ、かなかなで。とにかく私はてりやきマックバーガーなの、うん、もう、もう頑張って気をそらさないとてりやきマックバーガーを頼んじゃうから。奈良で何しますかってボーッとしてたらもうてりやきマックバーガーセットって言っちゃうもん。今日はエビのやつ食べるぞとか、うん、そういうじゃないと頼む、うんうん、美味しいよね、はい、もうちょっといただきますね、先ほどいただきましたので。マクドといえばもうてりやきマックバーガーなんだよね、これが、うん、このてりやきの味とこのマヨネーズとレタスともう全て完璧でございます。ありがとうございます。で、問題はそちらよ。問題じゃないけど、中身どうなってんの。もちろん私もてりやきマックバーガー大好き、もう、うん、今までの人生でいうともうダントツいっぱい食べてます。 9.5 割注文するバーガーよね、うんうんうん、でも最近出会って頻度が増してきてしまっているのが、すごい、てりやきチキンフィレオ。中身しっかり見せて、見せます。じゃっちゃじゃん、ボリュームーめっちゃ美味しそうやん。何々わかる。いただきます。そうか、うん、そんな手があったか。へえ、多分やけどてりやきの味も、うん、このてりやきマックバーガーとちょっと違ってて、うん、なんかもうちょっと甘辛いっていうか、こっちはバーガーだから、まあパテじゃん、牛肉、パテ、パテ、パテの、うん、でこっちはもうチキンをこう揚げてる、うん、フライしたものにタレをつけてるから、うん、サクジュワに甘辛だれ、肉感っていうか食べ応えみたいなところか。そうで、こう出来たてのやっぱりサクサクジューシーを味わえるから、うん、これはね、こんなのがいたと思って、うん、食べよう、食べてみよう。めっちゃ美味しい、満足度感が結構高い、こっちは、うん、マナカナンチさあ、というわけで今回は、うん、マックドナルド、マックドナルドの好きなメニューランキングベスト5をお届けしました。はい、皆さんの好きなメニュー入ってたでしょうか、うん、私たちの紹介したもので分かる分かる、もしくはそれ以外にこれもおすすめ、うん、食べてみてなどあればぜひコメント欄にお願いします。そしてこの機会にぜひチャンネル登録まだという方はお願いします、うん、はい、ではまた次の動画です。